皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日のブログはですね、持ちつ持たれつというテーマでお届けいたします。数年前より首都圏を中心にですね、ルームシェアとかカーシェアリングっていうのが普及してきました。これも時代の価値観の変化だと思われます。高度成長期からバブル期にかけては商品を購入してですね、所有するってことが一般的な消費概念でした。その後ですね、レンタルであるとかリースというですね、借りるという概念がさまざまな商品群で、進みました。そして最近ではこの冒頭のですね、シェアという概念が登場しております。シェアとはですね、共同所有であるとか共同利用という意味ですね。1台の自動車を共同利用するカーシェアリング、賃貸マンションの一室を共同利用するルームシェアリングなどは特に若い層でですね、浸透しつつあるようです。検証期世代の研究というですね、本があるんですけども、この本にもですね、車を所有したくない若い人が登場します。でこの表紙、これブログをご覧の方はですね、この本のですね、表紙の帯ですね、この画像を貼ってあるんですけども、車買うなんてバカじゃないっていう強烈なコピーが書いてあります。これはですね、このような若者たちにとって車に限ったことではなく、お酒は飲まない、大型テレビもいらない、外食はしない、海外旅行もしないというですね、消費自体にさほど魅力を感じない若い層が誕生しているということなんです。このようなこともあって、シェアという概念が急浮上したということも考えられます。それでは今日は地域密着ビジネスとシェアについて考えてみたいと思います。今日の超地域密着マーケティングのポイントです。自家用車の平均稼働率、これをご存知でしょうか。わずかですね、 2.8% だそうです。つまり24時間のうちわずか40分、1ヶ月でわずか20時間、1年で、わずか10日間ですね、これしか車を利用してないということなんですね。残りの 97.2% の時間は駐車場に車が置いてあるだけなんです。これは都市部と地方ですね、でも違いがあるかと思いますけども、それにしてもすごい現実だと思います。そこでここに目をつけたのがカーシェアリングのカフェレという会社ですね。車は持っているけど使ってない個人と、車は持ってないけども乗りたい個人をですね、マッチングさせるインターネットサービスを展開しています。借りる借りないはですね、個人でやり取りするそうです。そして条件さえあれば決済とか保険の加入をしてレンタルが成立します。このですね、カフェレの詳しいですね、情報につきましては、ブログをご覧の皆様はですね、リンクを貼ってありますので、こちらの記事をご覧ください。この仕組みですね、個人と個人のやり取りっていうのが非常にいい視点だと思います。さて、先日新潟県三条市ですね、こちらの菅江町っていうところにありますですね、もつ平という、もつ鍋屋さんですね、まあ、もつ鍋を中心とした居酒屋さんに行く機会がありました。私はですね、お酒を飲む予定がありませんでしたので、車で行きました。午後8時前でしたけども、店の脇の駐車場が満車だったんですね。それで私は困り果てて駐車場のですね、空きスペースですねに無理して駐車しました。しかしこれではですね、先に駐車している車が出られないような状態だったんです。そこでですね、もつ平の店に入りまして、お店のスタッフの方に事情を話しました。もしお客さんが出られなかったら、いつでも車を移動するので言ってくださいと。そうしたらですね、意外な答えが返ってきたんです。お客さん、隣の理髪店のですね、駐車場があるので、そこに車を止めてくださいと。隣はですね、利用北斗という理髪店、床屋さんですね。午後8時ですから、お店も閉店していて、駐車場は当然のことながらガラガラです。これはですね、よくよく考えても素晴らしい仕組みですね。もつ平は午後5時に開店します。北斗はですね、午後7時に閉店します。つまりこの2つのお店の営業時短が全く異なるんですね。お昼、昼間の店と夜のお店ということですよね。もつ平の駐車場が満車ならば、北斗の駐車場を使う
当然その逆もあると思うんですよね。北斗の駐車場が昼間満車であれば、モツヘイは昼間営業しないので駐車場はガラガラです。その駐車場を使うということなんですね。これは営業時間が逆なので可能だということですね。使ってない駐車場を使いたい人に使ってもらうという、ある意味ちょっとシェアに似たような考え方です。近所付き合いがある地域密着ビジネスだからこそできることかもしれません。ちなみにですね、これはですね、駐車場だけではなく、あらゆるものでできそうな気がしています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。